皆さんこんにちは、メロディー森田です。前回のパート1の動画では私の最近の日本のお気に入りドラッグストアコスメを海外の方にも知ってもらえるために英語でご紹介しました。今回のパート2の動画では日本の皆さんがアメリカに来られた時におすすめの US ドラッグストアコスメを初の試みなんですけれども日本語で話しながらご紹介したいと思います。私の視聴者さんの中には日本語の勉強のために動画を見てくださっている方も多いので英語字幕付きでお届けします。 Hi everyone, it's Melody Morita and this is my part 2 video where I talk about my favorite US drugstore products. These are all of my holy grails and I'm going to be doing demos and including my personal tips as well as comparisons with high-end brands. So I hope that that will be helpful to you. Today I'm going to be focusing on makeup.But please give this video a thumbs up if you'd like me to share my US skincare favorites as well. Please follow along with the English subtitles and let's begin. まず一つ目はファンデーションです。日本人のカラーがマッチするファンデーションを見つけるのがすごく難しいと思うんですけれども、そのポイントも含め一番お気に入りのファンデーションを紹介したいと思います。ロレアルのインパーリブルプロマットファンデーションです。で、$12.99 なのでとっても安いです。私はもともと肌にこう重たいものをつけるのが好きではなくて普段は CC クリームを使っているんですけれどもこのファンデーションだけはすごくお気に入りです。このファンデーションの名前でもある Infallible は確実な誤りのないという意味なんですけれども本当にもう間違いないファンデーションです。まずこのファンデーションのお気に入りポイント1つ目は色のバリエーションの豊富さです。セフォラと違ってドラッグストアでは実際にこう手の甲に出して色をチェックすることができないので自分の肌に本当に色が合っているのかどうか確認するのが難しいんですけれどもこのファンデーションは日本人の肌に合う色がたくさんあります。ちなみにこの色は101番のクラシックアイボリーという一番明るいシェードになっています。オレンジっぽくなってしまうファンデーションが多くていいものを見つけるのが難しいんですけれどもこれはピンク寄りのアイボリーシェードなので一日中すごく綺麗なカラーをキープしてくれます。で、ここに24 hour ファンデーションと書いてあるんですけれどももちろん24時間つけ続けることはお肌に悪いのでしないんですがすごくカバー力がある上に全く崩れないです。とっても伸ばしやすいですし軽いつけ心地なので肌がこう圧迫されている感じは全くないです。とってもナチュラルなセミマットな仕上がりなので実際に見てもファンデーションを塗ってますっていう感じもないですしテカリとかもしっかり抑えてくれます。特にこれから夏は大活躍してくれるファンデーションです。ただ一つだけ言うとこのパッケージにも書いていなくてオンラインでもチェックしたんですけれども SPF は入っていないそうなので別の日焼け止めを塗ってから使用することをおすすめします。つけ心地も持ちもカバー力も全部素晴らしいのでもしドラッグストアファンデーションが気になっている方何を買えばいいかなって迷っている方はぜひチェックしてみてください。で、ファンデーションを塗るときはこちらの今アメリカで一番話題のビューティーツールであるこのラウンドファンデーションブラシを使っています。エアブラシフィニッシュで毛穴のないツルンとしたような仕上がりになります。$18ぐらいのものが$8.99で売られていたのでちょっと本当にいいのかどうか心配だったのでもう一個別のブランドのセットを買ってみたんですけれどもこちらはセットで$25.99のものが$10になっていました。実際にどっちも使ってみたんですけれどもこのブラシの毛が柔らかいので肌の上に滑らせるととっても気持ちよくてマッサージを受けているみたいな感じです。小さいブラシだとこの目の下のクマや鼻のこの小鼻の周りの赤みなどもしっかりとカバーすることができるので値段はもう1ドルしか変わらないので個人的にはこっちの2つセットになっている方がお得でいいんじゃないかなと思いました。続いてはこちらのアイシャドウパレットです。これはエルフ Eyes Lips Face という意味なんですけれどものエブリデイスモーキーパレットです。値段は10ドルなので正直あんまり期待していなかったんですけれども色が10色入っていてこんな感じになっています。左の方はとってもナチュラルなので毎日のメイクにも使うことができますしこの右のダークなカラーでスモーキーなルックやどこかお出かけする時のパーティールックにも使えると思います。シマっぽいカラーが多いんですけれどもマットなカラーもあるので例えばこの一番左はハイライトとして使うこともできますし左から4番目のこのグレーがかったブラウンはこの鼻筋のシェーディングなどにも使うことができます。
あとブラシを濡らしてこの黒はアイライナーとして使うこともできるので、本当にいろんな使い方ができるパレットだと思います。皆さんが分かりやすいものと比較すると、ネイキッドワンパレットとサイズを比べるとこんな感じです。だいぶ小さくて、エルフの方がパレット自体も薄くて軽いです。旅行に持っていくのにもすごく便利だと思います。前回の動画ではチークのドラッグストアとハイエンドのものを比べたんですけれども、今回はアイシャドウです。こちらがエルフのパレットのハイライトカラーで、こちらがアーバンディケイのネイキッドワンパレットに入っている左から2番目のシンという色です。明るいカラーなのでちょっと見えづらいかもしれないんですけれども、自然光で撮っているのでこれが本当のカラーになっています。ご覧のように同じようなカラーなんですけれども、すごくどちらも発色がいいですよね。こちらがエルフのアイシャドウで、こちらがアーバンディケイのスモグというカラーです。ちょっとブラウンのシェードは違うんですけれども、同じような濃いブラウンで、アーバンディケイの方がもう少しシマーが入っていて、よりギラギラしているので、逆にエルフの方が毎日のメイクには使いやすいんじゃないかなと思います。ベーシックなカラーが全て揃っていて、値段もすごくお手頃なので、学生さんにもとってもおすすめです。2月にバリに行った時に同じく YouTube で動画アップしているハートちゃんと仲良くなって、いろいろお互いのコスメのおすすめとかをシェアしていたんですけれども、その時に彼女が教えてくれたアイライナーを紹介したいと思います。ハートちゃんといえばいつもパーフェクトなキャットラインをしていて、私は高いアイライナーを使っているんじゃないかなと思って、何のアイライナー使ってるのって聞いたんですけど、その時に教えてくれたのがメイベリンニューヨークのラインスティレットです。リキッドアイライナーでフェルトタイプなのでコントロールしやすくて、初めてアイライナーを使う方でも使いやすいと思います。リッチな黒なので目をはっきり大きく見せてくれます。バリもすごく暑くてずっと汗をかいていたんですけど、ハートちゃんのアイライナーが全く落ちていなかったので、それもすごいなと思って、私は結構アイライナーがにじみやすいタイプなので、とりあえずブラックしか買っていなかったんですけれども、あまりにも良かったので別の日にすぐこのブラウンのアイライナーを買いに行きました。今まで使ってきたドラッグストアのアイライナーとハイエンドのものと比べても、こんなに落ちないアイライナーは本当に珍しいです。かといって落としにくいというわけではなく、きちんとメイクアップリムーバーを使えばスルッと落ちてくれるので、そういう意味でもすごく優秀なアイライナーだと思います。今までちょっとドラッグストアのアイライナーをあんまり信用していなかったので、ハートちゃんに感謝です。 Thank you heart for recommending this。続いてリップのおすすめは Rimmel の Stay Glossy 3D というリップグロスです。これは$4.99なんですけれども、発色がすごくいいのとカラーがとっても綺麗です。 Prismatic といってプリズムのようにキラキラ輝いて、光や角度によって色が変化するというのが特徴になっています。ブラシもとっても柔らかくて塗りやすいですし、グロスなんですけれども全くベタベタしないです。あとは 3D エフェクトで唇がふっくらした感じになります。これを塗るだけで一気に顔が明るくなって華やかになりますし、全く落ちないのでリップの中ではこちらがおすすめです。以上が今回紹介するアイテムです。もし参考になりましたら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またインスタグラムやスナップチャットでいろいろ更新していますので、よかったらメロディー森田でフォローしてください。最後までご覧いただきありがとうございました。 Thank you for watching until the end, and I hope you have a wonderful week. Bye!